アップル iPod Touch iPod Touch iPod Touch とは、アップルが開発、発売していた iPod Touch 第5世代目のモデルである。iPod Touch から2年ぶりに2012年10月に発売された。歴代の iPod Touch と大きく違うのは、画面サイズが3.5インチから iPhone5 と同じ4インチになり、背面がステンレスからアルミニウムに変更されたことである。 基本的なスペックは iPhone 4S と同じである。Apple A5 が搭載され、Apple A4 よりも高速化されている。RAM は前モデルの2倍の 512MB になり、これまでアプリが頻繁にクラッシュしていた問題は、ある程度改善されている。背面に iPod Touch、ループと呼ばれるストラップをつけることができる。ドックコネクタは廃止され、ライトニングコネクタに変更された。 全モデルでは 720pHD 画質のビデオがサポートされていたが、本モデルでは 1080pHD 画質のビデオがサポートされている。iSight イイカメラとフラッシュが搭載され、背面カメラが500万画素、全面カメラが120万画素になり前モデルから大幅に強化された。iPod Touch ではできなかったパノラマ撮影が可能となっている。 歴代の iPod Touch に搭載されていた環境光センサーは廃止されたため明るさの自動調整はできなくなっている。全モデルの Bluetooth 2.1EDR から Bluetooth 4.0になり音遅延などが少なくなっており、音質も向上している。今までの iPod Touch ではできなかったシリが本モデルでは使用できる。iOS 9.3で追加された NightShift は 本モデルは機対応である。2013年5月に i サイトカメラとフラッシュ、iPod Touch ループを廃止したモデルが発売された。重量は 86g と若干軽くなっている。カラーはシルバーのモデルのみである。別売のニケ対応のセンサーと接続することができる。設定からニケプラスをオンにすることでホームにニケ iPod App が追加される。 歩数計、ワークアウトなどの機能が利用できるほか、位置情報サービスを利用して通ったコースをマップに記録できる。iOS 9で削除され、サポートは終了した。iOS 6以降が出荷時に搭載されている。iOS 9.35までアップデートでき、3年間アップデートが提供された。これは、歴代の iPod Touch の中で、第6世代に次いで2番目に長い。 ありがとうございます。